渋沢宗介は、江戸時代後期の武蔵国半沢郡千新島村の、名主、養蚕家、誠室と合した。渋沢栄一の叔父、渋沢達彦の高祖父にあたる。渋沢家は、千新島村の名主の家柄で、村内の4分の1を占める、大聖だった。小田寛氏によれば、会、斐、源氏の末裔で、室町時代には、関東官令上杉氏に仕え、 天正年間より、同地に住んだ一族という。宗助の家は、東の家と呼ばれる分家筋にあたり、渋沢宗助正則の長男として生まれた。なお、本家筋の中の家に男子がなかったため、自邸の元助が入り婿して、一郎絵門美宮美と称しており、その子が渋沢栄一である。また長帝、文在門の子が、渋沢清一郎、姉妹の子に、 お高淳中、長七郎、平九郎兄弟、砂賀殿蔵、渋沢一郎兄弟などがいる。中の家は当時家運衰退しており、経済的には東の家が渋沢一族で最も裕福だった。後年、中の家は弟一郎右衛門の尽力により復興したが、それでも東の家が随一だったという。小、中村仏庵に学び、流光圏、眼神経を よくしたという。上野国、品野国などの養蚕地から技術を学んで、養蚕技術の改良を考案し、安政2年、養蚕手引き賞を出版した。また、寺小屋や剣術道場の連武館を作って、指定の教育にも尽力した。維新後は、一郎衛門、栄一親子と協力して、横浜に商店を開き、また古川一米に接近して、 産卵子の輸出に携わった。ありがとうございます。